こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メテオミレー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。バックスボーイ、前に行きそうです。アラビアアーバン、それに続いています。さらにはサマーボール、8番ジョンズコール、その後ろサドンダンジグ、後方に控えました。前に戻りましょう。先手を取ったのはバックスボーイ、並んで5番アラビアアーバン、すぐ後ろにジョンズコール、その隣にメテオミレー、その横にサマーボール。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。前に戻りましょう。バックスボーイ先手を取りました。すぐ隣にアラビアアーバン、ジョンズコール、すぐ後ろオレンジの帽子メテオミレー、その後ろすぐ隣にヘイローズイメージ、その横にサマーボール、河内大王、いい位置です。その隣にポール・アルデル、その横にメイプル・アクトレス、ミスリープ、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はバックスボーイ、ジョンズコール、ほとんど差がありません。アラビアアーバン3番手、河内大王、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はジョンズコール、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 ジョンズコール先頭だ。残り 100m、 ジョンズコール厳しいか。河内大王、河内大王、もう一伸び。河内大王、河内大王、1着2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。河内大王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ライラックカレッジ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。シーキングザパール、前に行きそうです。ライラックカレッジ、それに続いています。さらにはクリスザベンチャー、16番キュートベルベット、その後ろ。それでは先頭から。先手を取ったのはライラックカレッジ、2番手に2番シーキングザパール、その外からクリスザベンチャー、その外にダイトラップ、並んで8番イージーキューティー、その外にスリーピータイム、その隣にベルベットブレイク、内からはコンサートスペイン、その外からアフターノーブル、内からはクラシックフラッグ、その外からアイシーウエスト。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。前に戻りましょう。ダイトラップ先手を取りました。さあ先頭は依然として11番ダイトラップ。ライラックカレッジ、ほとんど差がありません。シーキングザパール、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はシーキングザパール、残り 200m、 一気に後続がやってきた。ライラックカレッジ必死に追う、必死に追う。シーキングザパール、2番手はタイムリースワロー。シーキングザパール1着、シーキングザパール完勝。シーキングザパール1着、2着はタイムリースワロー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シーキングザパール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のエイシンシャイン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。ブレイブテンダー前に行きそうです。続いてノーブルモントレー、インターライデン、そのうちに続いています。好位置をキープしています。大気シャトル、ノーブルナイン、すぐ後ろ緑の帽子メジロサプライズ、その後ろすぐ隣にエイシンミサイル、その横にブラックホーク、グリムクイック、この馬もこのグループ。内からはスピードワールド、その外からマイネルマックス、緑の帽子進行スプレンダー、その後ろすぐ隣にレディエトワール、内からはアドマイヤ風船。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。この辺りで先頭が変わりました。ノーブルナイン、2番手はオリーブリーグ、ノーブルモントレー3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ノーブルナイン先頭、ノーブルモントレー先頭、2番手はノーブルナイン追いすがります。ノーブルモントレーいっぱいになった。ノーブルモントレー先頭、残り 200m、 待機シャトル伸びてきた。ノーブルモントレー必死に追いすがります。2番手はスピードワールド、待機シャトル1着、待機シャトル1着、2着にはどうやらスピードワールド、待機シャトル。 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。